このシンポジウムは、優しい未来発展都市熊谷の将来像のもと、スマートシティの実現に向けていくという本市の決意と方向性を市内外で広くお示しし、市民の皆様、本市のことを応援してくださる皆様と共に歩んでいくため、開催させていただきました。それでは、ただいまより熊谷スマートシティシンポジウムを開会いたします。皆様どうぞよろしくお願いいたします。熊谷市はこの変化の激しい時代の中で、地域社会を持続させ発展させるために、市民と共に町の未来を作る仕組みを考え続けてきました。その一つの手段として進めてきたデジタル技術やデータを活用した多くの仕組みが今本格的に動き出す時を迎えています。これらの仕組みは私たちの暮らしや人生を豊かにするものでなければなりません。その豊かさを作るために、熊谷市では皆様一人一人が選べる、作り出せるという環境を整えています。それは熊谷市を新しい発見が生まれ続ける街に変えたいという願いを込めています。いつの時代も豊かな街を作るための根幹は、この街で暮らす人、この街を愛してくれる人たちの思いです。それらを守りながら、熊谷市に関わる全ての皆様と共に未来を作るためには、デジタル技術を活用してつながる、分かり合うという輪を広げていく必要があります。熊谷市はデジタルと人の力で社会を前に進めていく熊谷スマートシティの実現に向けて取り組むことをここに宣言します。地域に関心を持ってもらうというか、関わるきっかけになると思うんですよね。そこでその楽しさとか、豊かさみたいなものを感じていただくということが、コミュニティポイントに期待できるというのかなと。市がこれから集めていこうと、あるいはもう今集めているデータというのを組み合わせていくことによって、またこの熊谷にとって有効な有意義な、新たな知見とか価値のあるデータ情報というものが生まれているんじゃないかなというふうに考えています。